皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。ぎこちゃんです。ただいま4月の12日の午前0時23分でございます。配信中なんですけれども、ちょうどサーバー285では画面に映ってるんですけども、いやー嬉しい。青の女王っていうね、リオレイヤーのパクリみたいなやつが、あー、いや、言えない、パクリじゃない。これオリジナルだ。これはオリジナル。オリジナルのドラゴンが登場したということで。すでに285よりも若いサーバーだと実装されてるサーバーも多いと思うので、うん、もう見飽きてる頃かと思いますが、ギコちゃん285のサーバーでは、今日、今まさに登場したんで、もうワクワクしながら、引いていこうと、うん、思ってる次第でございます。で、296枚のコインも用意したので、で、さらに記念クエスト全部これね、受け取っていくと何枚になるのこれ。ちょっといい？引いて。いや、楽しい。もうガチャ、本当に、なんなの？課金してるから俺の財布からお金がズバズバなくなってってるし、俺この2ヶ月間で多分130万以上150万ぐらい使ってるのかな。なんか本当に家買おうと思ってんの俺、大丈夫？って思うぐらい使っちゃってるんですけど、楽しいもん楽しいんだよ、許して。だから我慢できないんだよ。はい、なんと334枚になりました。で、このキノコスロっていうものは100回に1回は数量限定報酬が必ず当たるようになっております。数量限定報酬って何っていう、そこのあなたに説明すると、この画面の左上の青の女王リオレイヤーのパクリ、リオレイヤーのパクリがねいるでしょ。これ限定1ってなってるでしょ。よく見てね、限定1ってなってるでしょ。はい。で、その下ね、これギアなんだけど、不能ギアなんだけども、これは限定2って書いてあるでしょ。で、逆にもう一回青の女王の右を見て、石あるでしょ？アンジャロイワみたいなやつ。これがね、限定2って書いてあるでしょ？これ、限定1と2が、2が2つある。え、なんで？思うでしょ？そうなんです。これ、100回以内に当たる限定報酬が、青の女王は1回限り。不能ギアは2回当たります。アンジェロイワは2回当たりますということで、大体が不能ギア2回当たって、アンジェロイワ2回当たって、最後に青の女王が当たる。5回目に当たりますよってことなので、言うてだよ。うん、青の女王は500回で必ずゲットできるんですけども、大体のユーザーが500回引いて、ようやく当たるみたいな。別にお得ではない天井でございますね、これね。よく考えたらね。はい。よくあるやつなんですけども。はい。今日はこれをね、ちょっと狙っていきたいと思います。500連がマックスなんだけども、334連で当たったら嬉しいなと思っている40歳のおじさんです。それでは引いていこう。はい、じゃあ行きます。まずは4回シングルで、1、2、3、4。当然当たんないですよね。4回じゃね。はい、じゃあ、ここから10連を33回引いていきたいと思います。330連、よし、押す。参ります。10連目。あー、これは当たってないですね。はい。これが10連で当たったね、アイテムなんですけど、限定アイテムは入っておりません。20連目、ポン！限定は当たってないです。ね。100回で必ず当たるんだけど、100回以内で当たることもあるからね。100回以内で当たったらまた100回カウントが元に戻るから。ちょっと頼むよ、マジで。サクッと当たってもいいんだよ。そうか。ほい！ほいけんた。全然当たらんやん。ちょっと待って、これ。やばい。ちょっと、俺、青牛モーモンの時はね、この段階でちょっとね、限定当たってた気がするんだけど。まあ、いっか。やばい！やばいぞ！ちょっと待って。いや！まあでも石が当たるの嬉しい。ギコちゃんのサーバーでは今、この石を使うイベントやってるから。石は嬉しい。うん。石は嬉しいってなんかちょっと逆みたいだな。行きましょう。ゴン！そうだよね。あー、そうだよね。ホイケンタだね。ちょっと待って。これ全然当たってないかも、今。これやばいかも。限定、あ、一個当たってるわ、ごめん。気づいたら、アンジェロイは当たってたら一回。ちょっと待って。アンジェロイは当たってたわ。マジ？やばい、あと200連。せーの、ふい！あ！
え、そうだ、アンジェロが当たった、アンジェロイがさ、もう当たったの今。ちょっと気づいてないよ、これ。アンジェロイは当たってんだけど、あのね、いつの間にか限定ゼロになってんじゃん、岩のところ、見て。あの、真ん中の、あの、人生、あのモノポリー人生ゲームみたいな、青の女王の横、右見て、限定ゼロってなってるでしょ。もう当たったみたい。俺が知らないところで当たったみたい。やめて、この地味な絵面。背景さ、ちょっと、色変えて、せめて。わかんないから、2000だと勘違いしてる、多分。いきます。ああ、これ当たってないですね。こっからはもう限定は、不能ギアか、この青の上司しか当たりません。よろしくお願いします。ポン。できれば不能ギアも欲しい。ポン。やりますね。ポン。ポン。あれ？ちょっと待って。何？やべえ、あと130連だよ。大丈夫？当たる？うわぁ、不能ギアだよ！不能ギアが当たっていく！ということは、まあ、あと91回、残り120個なんだけど、次の91回の抽選以内で必ず、数量限定が当たるということは、青の女王かもしくは不能ギアのどっちかが当たる。が、青の女王は 0.2% で、不能ギアは 1% です。大体、10中8句、不能ギアだと思う。でもそこを青の女王当てていくのがやっぱり YouTuber でしょ。ねえ。じゃあ見ててね、ちょっと。いきますよ。ね。100回ですからね。大丈夫だから。安心して。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。ギアはもうほんと出ないから。そんなんいらない。ギアなんかいらないよ。ね。いらない。いらない。全然いらない。はい。はい。あと50連あるから。レッツゴー！レッツゴー！あ、やばい！あと30連？それはまずいんちゃいます？レッツゴー！あー！不能ギアだー！終わりました。私は結局、ほぼ天井まで連れて行かれたという認識というか、まあ、連れて帰れましたね。うん、終わりました。残念ながら、残り20連で当たんなければ、終わりです。せーの、ポチ。当たらないかい。じゃ、課金していく。はーい、残り130連できるんだけど、なんとですね、71回で青の女王が当たるので、で、キノコスロー、無課金、美課金の方聞いて。ギーコちゃん忘れてたんだけど、この上にさ、画面の上に、キノコスロって書いてあるものに関してはすべて、残ったものは、次のキノコスロにメダルは引き継がれますので、イベントが一回終わります。で、また次のキノコスロが始まります。また、残ったこのメダルからスタートできますんでね。これね、貯めてくださいね。メダルは引き継がれますから。じゃあ、早く当たっちゃいました。じゃあ全部使い切っちゃおうっていうのはなし。ね。よろしくお願いします。はい。はい。はい。もう、天井じゃねえか、ほぼ。待って、本当に。本当に天井じゃねえか、ほぼ。はい。この10連で当たって、せめて。それで意味あるから。この10連で当たって。せーの。はい。何？あと、1連したら確実に当たるからね。いきますよ。なんか、喜んでいいのか、うん、なんか、悲しいな、天井まで引いたのは。せーの。はい。あ。まあ、当たったから嬉しい。うん、当たった。リオレイヤーが当たりました。はい、リオレイヤーが当たりましたので、こいつを解放していきます。解放。こっち。はい、解放できました。ありがとうございます。しかも、技能付与もできるから、2回できるからね。いくよ。仲間ダメ以外ね、お願いよ。せーの、1回目。ちょっと待ってよ！俺もう2回目だよ、失敗してんの。85% 2回ミスってんだよ、俺。ほんとに。もう一回言います。せーの。